シメオネがソシエダ戦後に語ったこと、ハビガランは久保建英相手にハードすぎる仕事をこなした彼との対戦は簡単じゃない。続婚やなう。リアルタイム応援の皆さんご苦労様。アトレチコ相手の引き分けは結構でかいし、久保も良い出来だったらしいね。見れたらまた来ますか。シメオネさん、久保どうですか。リーガとシエル取りたいでしょ。シメオネが久保新すぎる。バレンシア戦でゴメスがシルバと抱えてた人いたけど、プレス来たら何もできなかったね。左 SB が似合ってる。90分出て枠内シュート1、キーパス1ってほぼ完璧に抑え込まれたって感じのスタッツやな。ショーはもちろんノーノーだし、グリーズマンと久保の連携は見てみたい。ただシメオネが守備的すぎるから久保のプレーが窮屈になりそうなのがね。大一番の試合だと守備的に行き過ぎるために久保外しそうだし、そもそもゴメスはアシスト発したが、バレンシア戦の後半プレス強くなってからすでに怪しかったからな。見えてないのは頭14だけ。久保がアトレチコ来たら、あのレオザとかいうヤウチューバーが頻繁に UP しそうでやだな私。あいつ嫌い。あいつの視聴者に若キッズ多めだし。外国人監督って基本褒めるからね。メジャー最低選手藤浪でさえそう、こんなんで喜ぶしかない。玉蹴り哀れすぎて見てられん。それに比べるとメジャー記録も更新して史上初を連発する大谷、本物で羨ましい。現実はいらね。アトレチコ獲得してくれ。マジョルカ時代の久保にゴール決められた時に知り合いに相当笑われてトラウマになってそうなくらい久保対策してくるよな。リーガ1年目の久保にチンチンにされて、以降対戦を重ねるたびに対策強化してる。ゴールされたり打開されてピンチになると、次戦ではさらに研究して対策練ってくるのがシメオネ、結構楽しんでそう。久保に対してめっちゃ早い寄せとかサイド張ってる時も二人つけたりとか、積極的に取りに行くからいつもやられる。それより右サイドに展開させないような対策しないとダメ。持たれたらどうせ後手になっちゃうんだから、スピメンとかセンターバックから出るパスコースを先に切らんとあかん。そもそも調子悪いソシエダって左からの攻撃が多い時なんだから、そういうサッカーしないとね。